近代郵便制度発祥の地で日本でもおなじみの赤い郵便ポストが生まれたとされるイギリスに黒いポストが登場しましたロンドン南部のこのあたりの地域は黒人も多く様々な人種の人が暮らす街なんですその一角にあるこちら本来は赤かったポストがこのように黒く塗り替えられているんです イギリスでは10月が黒人の歴史を振り返り、理解を深める月と決められています。郵便事業を営むロイヤルメールは、全国4カ所のポストを1ヶ月限定で黒く塗り替えました。側面の QR コードを読み取ると、これまで切手に採用された黒人について学べる仕組みです。 ロイヤル・メールは多様性に富んだ企業として黒人の同僚たちが能力を最大限発揮できることは非常に重要だと 今回の取り組みを通して黒人への理解を深める意義を強調しています。